システムはない。番号と言われたら、それは詐欺。迷わず警察や
同じ国だからね。
ご乗車の際はマスクを着用し、会話は控えください。また、予防のため
乗車時に乗務員にお申し出ください。
ご利用くださいましてありがとうございます。どなた様もお忘れ物なさいませんようご注意願います。バス停に停車するまでそのままでお待ちください。ご注意ください。